はい、原田のバーエボージャパン直前スペシャル、はい、しれっと始まりましたね。はい、しれっとぬるっと始まりましたね。ぬるっと始まりました。さあ、というわけで今日はソニーインゾーンのサポートを受けてお送りするので、いつもよりちょっとだけこうしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。進行役の源也と申します。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。そしてゲストは最近やけに、まあ、原田のバーとの絡みが多いというか、まあ、その原田のバーをね作っているこの瀬名さんとの絡みもね結構多いロート G の時戸さんでございます。はい、ロート G の時戸でございます。はい、もうね数え切れないほどこちらには来させていただいてお世話になっております。だから一番最初の頃からねいらっしゃるですもんね。いや、まだ原田のバーの原点からだったんですよ。ゲームバーの時からですよね。そうなんです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ聞いていきたいと思います。はい、お願いします。そしてこちら収録現場がね都内某所でありますけれども、ここから、原田さんの家はなんとママチャリで3分半という、うん、非常に近いところでございます。マスターの原田さんです。はい、どうも原田です。よろしくお願いします。変な服まあ、あの最近結構このシュプリームコラボの鉄拳のね服着て出てきちゃうと、ね、こんな絶対普段着れない。これね、1枚で着るのは結構難しいですよ。これ勇気いりますよね。そうそう、これ着るの。だからその、ね、中に着るとかだったら、まあ、結構着る。中でも、うん、そう、脱いだらギョッとされるよね。そうですよね。いや、でもやっぱすごい目立ってデザインで、うん、これなかなか俺街歩くの大変です。というわけで今年の、エボのトピックスがあるんですけれども、はいはい、先月かな、発表のあった、公式モニターということで我々の目の前にですね今、はい、インゾーンの M3 を置かれております。こちらになります。 M3 ですよ。はい、で、まあ、一応その高エボジャパンで使われるモニターにはなってるんですけど、我々の目の前にあるこのヘッドセット合わせて公式競技ギア、あ、じゃあヘッドセットはこれでやると、はい、どれですか。一回着用していただいても。あ、じゃあちょっとこれいくと、これ公式ってことは大会用に何台ぐらい用意するんだって。めちゃくちゃ多いと思います。だってそれこそね、なんかそんな話もしていきたいんですけど、エボジャパン鉄拳ね、いろいろあって、多分すごい人数になってる、参加人数ね。あ、そうそう、なってるっていうのもありますけど、あ、これ結構集中できるかもね。これつけてると、うん、あんまり分かんないですよ。これ遮音性が結構、遮音性結構ある、集中力がある、うん、だからこれ逆に周りの音聞きながらじゃないとできないタイプの人は、ああの、こういう感じになるかもね。はいはいはい、原さんこれです。あ、最近はそれ、左側にプレイヤーがいるときはこれ、あ、それで右側にいるときはこれ。そうやるんだ。あ、なるほど、さすが。あとはやっぱね、この実はその視聴者の皆さんから見えないと思うんですけど、モニターとこう結構統一されたようなデザイン。あ、モニターそうですね、はい。そうなんだよね。白ですね。ちょっとおしゃれな。どうなんでしょうね。イメージとしてはプレイステーション5チック。ああ、そうだよね。これだって裏、そうだ、バックパネルもまさにもうどっちかというとプレステ5かなみたいな。うん。だからも揃えたりするとね、そのインテリア的にもこれもスタイリッシュ。そうだね。このエボジャパンの話がありましたが、3月31日から4月1日、4月2日とかけて3日間行われるわけですけれども、このモニターがその競技台に設置されているということで、インゾーン M3 なんですが、これちょっと見て思ったんですけど、今までのいわゆる常識の24インチからちょっと大きくなって27インチになるということで、はいはいはい、このあたりのお話も、まあ、それこそね、ゲームはやらないっていう方にも参考になるような話もなるのかな。まあちょっとね、そのだから今購入考えてる人にも参考になる話になるんじゃないか、うんうん、そうですね、27インチ、うん、まあそのやっぱ格闘ゲームとしてはねちょっと大きいなっていう。確かに格闘ゲームやってる身からすると、だいたい24で今までずっとやってきたかなっていうのはあるんですよ、うんうん、ではじゃあそのいざこの3月31日から始まるエボジャパンですけど、はい、じゃあ時戸さんなんかはどうなんですか、この27インチになるっていうことを聞いて、なんか取り組み変えたりとか準備とかって。まあでもできるだけ環境を揃えて練習はしたいので、27のモニターは揃えて、まあでもこれを買ってやるところまでやりたいなと思いますけどね、できれば。
じゃあその27インチのモニターをご自宅に導入されてる？今あります。お、はい、今もうあるの？一応あります。ただ眠ってますけど。ああ。ただそれね、結構型古いんでこんないいスペックじゃないと思うんですよ、うん、はい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 。ただまあ一応そのサイズ感としての練習はできる。できますね。けどね、反応速度とかもあるから。うん、そうなんです。できればこれ、そうなんです。まあできればいい、いいバージョンの結構古いやつだったんで。まあサイズ感で言えば、あと昔やっぱアーケードでやってて、うん、アーケードってそのね、このライトの距離もあって、はい、あるね、あの、あんまり離せてプレイ、離してプレイできなかったり、離れれないのに画面はでかいとかいうのもあって、うん、そういうのを経験してるプレイヤーからしてみれば、まあなんかそのモニターの大きさっていうのは結構対応できるのかなと思います。アーケード32インチとかだったりするので。あれ32なんですか、アーケードって？32が多いですね。いわゆるなんていうんですか、デラックス筐体っていうんですか、ね、あれは32ぐらいですよね。32で、初期の頃は 720p しか出なかったんだけど、だんだんフル HD でもいけるようになってみたいな。なるほどなるほど。すごい台数あれもやっぱり量産するんで、そうですよね、コストを抑えてるので、はい、あの割と反応速度いいって言っても左上から右下行くのにだいぶ実はラグがあった。へえ。結構そういうのが、いや右下待ってから表示しなきゃいけないみたいなのがあったりとか、まあ割とあんまりゲームセンターだから必ずしもベストかってそうじゃなくて、最近やっぱり家の方がよほどみんな良くなってきてる、うんうん、そうですね。特に時々は発言気をつけないと、みんな高校生とかすぐ影響受けちゃうからね。あ、でもそう、最近アメリカ行った時に高校生のプレイヤーが大会出てて、うんうんうん、お前のエボのあのプレーに影響受けたんだよって。だそうなんだよ。だからそうすると影響を受けて勝てるって成功体験をしたら、じゃあ時堂が使ってる環境なんだろうって興味が湧いてきて、うんうん、時堂選手がこれ がいいって言ったから欲しいみたいになるから、うん、気をつけてください。ああ今回高校生がお父さんにこれをねだり始めるので、ね、でもいいと思いますけどね、うん、あの27インチとかは、まあ、格闘ゲーム今やってる人は結構24が多いと思うんですけど、うん、そのモニターって自分がその格闘ゲーム専用に使ってるわけじゃなくて、じゃあ PC で使うじゃないですか、はいはいはい、PC でその動画も見たりしますし、うん、そういう時にちょっと大きいとなんかあの迫力あふれる動画が見れるとか、はいはいはい、映画が見れるとか、うん、そう、そう映画ですよね。その PC のみならず、うん、まあ、ゲーム機と接続でもいいですし、そのね、いわゆるそのレコーダーだったりとかでもいいですけど、はいはい、やっぱ大きいとね、その臨場感というか増すので、そうです、そう、でやっぱ27インチちょっと大きいんで、うん、その分家だとその距離を離して練習するとかもできるんで、うん、え、距離離す？そうなんです。さんといえばほら、あのモニターとありますあります、はい、メジャーで測る、はい、ね、あの試みありましたけど、うん、よくやってるよね。そうなんです。ルーティンワークでね、一個のね。一応まあ最近はね、あのお守り代わりで、うん、いやだお守り代わりなんで一応今持ってきてるんですよ。ああ、あるんです、ね。それで距離を調整して、あ、あの練習とかはできるんで。じゃあ27インチの方がじゃあ。ちょっと離れるとちょっと離れてですかね。あ、24よりも、うん、僕だ だいたいだから65ぐらいでいつもやってるんですけど、70ちょい、65センチってこと？65センチです、うん、70ぐらいにしてやればそのぐらいになるのかなと思います。7なんでちょっと遠めってことになりますよね。もうちょい前だな。だ多分こうやるじゃないですか、このぐらいの。じゃあ膝置きだっけ。僕はそうですね、この大会の時は横並びでやるときは膝置きでやることが多いです。このぐらいですね、距離離せる。こんぐらいだと思いますね。意外と離れるね。あ、そうですか。俺の感覚からすると意外と離れてっていう。結構離れて、だからそうやるときにあの横並び対戦でもあんまり気にならないっていうか、ね、あとはあれじゃないですか、僕そのオフライン大会でよく聞く話が、はい、隣の人と体が接触するみたいな話が結構聞くんですよ。それは何ですか。いや昔はありましたけど、はい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 、最近はあんまり、まあ、あんまないですね、はいはいはい、やっぱそのルール結構厳しくなってきて、はいはいはい、選手もうるさくなってきたからね。そうです。あ、はい、いや昔ありましたよ、こうやってやってて、はいはいはい、な多分誰かが分かっちゃうかもしれないです、こうやってやっててパッドでやってて、うんうん、ああ、なるほど、なるほど、分かる当たってる当たってるとか完全に肘打ちしてきてるんですよ。いたね、そういう人がね。いましたファールですね。ファールそうですか、はい、あとは思ったのが、体の接触がなければなんですけど、あのあれじゃないですか、ちっちゃいモニターで並んで戦うと、はい、この普段家ではモニターの目の前で戦ってるのに、はい、この両サイドで戦うと斜めから。ああ、なるほどなるほど、ね、角度がずれる。確かに、はいはい、その
それこそそのオフライン大会に出た時に、うん、その鉄拳の大会に出た時にその斜めで見るっていうことのこのぎこちなさみたいにすごい感じて、はいはい、すごいやりづらかった覚えがあるんですよ、はい、それと大きいモニターの方が多分これは緩和されるね、これは緩和されるね、あと最近どの角度から見ても割といい液晶使ってるから、はい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 、昔こっから見るとそう見えないよってありましたね、はいはい、なんじゃこりゃっていう、うん、ありましたね、うん、それはないか、大きくなるっていうことはいいことなのかなって今パッと思いついた要素だと思うんですけどね、うんうん、まあ大は小を兼ねるっていう言葉もありますからね、そこは、まあ、いい面は結構ありますよね、うん、ですよね、悪い面なんかあのね、PC 俺もう生粋の PC ゲーマーじゃないですか、はいはい、PC ゲームの世界では実はもうこの27がもう結構スタンダード化結構早かったんですよ。あ、なるほどなるほど。割とあれちょうどいいんですよこれ。はいはいはい。いろんな意味で。はいはい、例えば PC とかだとまああこれはフル HD バージョンでしたっけ？これはフル HD バージョン。でまあフル HD のまあ大きさのちょうどまあこれ以上大きくなると今度粗が見えるみたいな。はい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 。でこれ以上小さいとまあ結構ギュッとはなるんだけど、PC ゲーム上だと実はだいたいデスクトップのサイズとかの合わせてこれぐらいが27ぐらいがちょうどいいで。これをさらに27で PC とか選択肢だとほらあの 1440p だとちょうど Windows の本当のサイズもゲームのあのゲームはほら解像度上げれば上げるほどパフォーマンス的には本来不利じゃないですか、 4K までいかないけどちょうど27だとあのパフォーマンスいい感じ、なるほどなるほど、それはフル HD のサイズなんですね、フル HD にしろ 1440p にしてもしろ、27ぐらいがまあちょうどこなれてきていいよね、でシューターとかやる人ね、うん、FPS とかやる人もそうだけど、だいたい PC ゲームは割とほらあのまさに PC とかだとマルチにやるじゃないですか、はい、そのゲームだけじゃなくて、うん、っていう意味で言うとこれぐらいは欲しいよねのサイズなんで、結構何年か前から割と27はメジャーなんですよ、はいはいはい、だからあの格ゲームなんですよね、さっき言ったようにまだ24の人多いと思うけど、うん、これから買うのはこれぐらいのサイズが多分ちょうど、一回これ買っちゃうと絶対戻れないと思う、うん、間違いなく。聞いたことあるのはそのデメリットの話になっちゃうんですけど、うんうん、その遅延の問題で、うん、描画の遅延でそのちっちゃければちっちゃいほどそれは物理的に描画は早い、うん、そうそうだね、っていうのがあって24を超えると、うん、だんだんと遅くなる可能性があるから大きくなるにつれて、うん、だから24ぐらいにした方がいいんじゃないっていう常識で結構その体感鉄拳プレイヤーは24とか使ってること多いような感じがするんですけど、それは結構何年も前の話だね、多分そのモニター自体の性能が上がってきたことにより、うん、その常識は古いものになったのかなってなってきてるね、もう全然なってるね、うんうん、もう大画面化が止まらなくなってゲームで問題になり始めてからもう業界はかなりそこを克服したので、なるほど、うん、じゃあその今まで確かにモニターといえば24だよなっていう常識、この考え方変わっていくのかもしれないですね、いやもうねみんなそこは一新してもらって大丈夫なぐらいレスポンスが良くなってます、うんうん、開発的な目線でいうと原田さんどうなんですか、このモニターのサイズというか、ね、開発はいろんな環境を想定しなきゃいけないので、はいはいはい、割と 4K とかで作ってるじゃないですか今、うん、例えばそうです、ね、あの鉄拳8とか、はいはいはい、まあ、多分ストリートファイター6も、まあ、いわゆる 4K 前提で作るの でそうするとすごいでっかい画面でまずプレビューしてやるんですよ、その方が粗が見えるので、そのでっかい画面での 4K でうまく調整しとくとこれぐらいのサイズになった時めちゃめちゃ綺麗に見える、あ、なるほど、はい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 、穴も全然見えないし、うん、キュッとなってて、で UI もちょうどあの問題は UI なんですよね、 UI 関係いわゆる文字とか、はいはいはい、あれは小さくなると今度解像度高いと読みにくくなるんですよ、そうなるほどね、はいはい、でそういうのをどう調整するかみたいなんだけど、はい、27ぐらいはちょうどいいんだやっぱり、あ、なるほど、あの多分細かく書かれてても、はいはいはい、距離的にもしっかり見えるし、はいはいはい、これが24ぐらいになるといわゆるそれで出した時にギュッとなっちゃうから本当大きくしなきゃいけない、まあ、例えばそういうオプションで見えやすさの調整とか、うん、まあ、OS 上でもそうだけどやるじゃないですか、うん、はい、でそうするとあの自分の持った大きさよりも大きく見えちゃったりとか、今度ドットバイにすると今度はちっちゃすぎるしみたいなとか、うん、まあ、いろんな問題が起きるので、ちょうどやっぱこれが27ぐらいがやっぱりプレビュー環境としてはすごくよく見えちゃうので、うん、あの見え方としてはこれはいいですね、開発環境としてはいっぱい用意しているので、大きいのから小さいのから、でっかいのだとどのぐらいまで使うんですか、サイズ、はい、い
や、それこそ、あの、100とか。100とかなんだ。100とかやるよ。100とかで見ることもある。でも、ただ100を今度常識にしちゃうと、はい、おぉ、迫力あんな、当たり前ないみたいな。なるほど。確かに。それはあかんやろ、みたいな話なんで、あの、みんな自分の席に帰ると、こういうサイズ。なるほど。ただ、今度デバッグがね、うん、デバッグ文字がね、4K 前提で作ってやるともう、ちっちゃすぎてもう、あの、若い人は平気で作業してるんだけど、俺は老眼入ってくると、うんってなるから。なるほど。大変なんですよ。なるほど。でもまあ途中途中触れてはいるんですけど、その、例えば遅延の環境とか、その開発環境とかも今お聞きしたんですけど、じゃあ時戸さん、このモニターってさっきもちょっと触れたんですけど、どういうふうに選ばれてるんですか？その昔買った27インチがあるとか、この購入の、どういうところで選んでるんですか？最近買うモニターだとやっぱ、リフレッシュレートが高い方が、ゲーム自体は 60fps でできてるんだけど、でもリフレッシュレートが高い方が、早く、こっちも見れることができる。うん、反応早くと、秒が早いということになるので、リフレッシュレートは一つの基準にしてます。基準。そうですよね。確かに。そうなんだよね。まあ、最近よく聞く言葉ですね。リフレッシュレート。はい、高リフレッシュレートとか。高リフレッシュレートですね。モニターの、ね、販売ページとかに書いてありますけど、うん、はいね、え、まあ、じゃあこちらとしては商品としては 240Hz。 おお、いや、まあ十分すぎるね、はいはいはい、十分すぎる、まあ、正直144とか165あれば実は十分ですよ、はいはいはい、さすが、うん、僕ね昔企画で144、240、360って言って、うんうん、どれか俺らなら分かるでしょって言って、うん、やってみた。はい。分かんなかったですよ。全然分かんなかった。いや、全然分かんなかった。同じような体験して、だから、実はそれ分かったのと、俺は VR、ああ、はいはい。やった時なんで。VR やった時に、どれぐらいのリフレッシュレートだといい、あれも、あの時も高ければ高いほどいいって言われてたの、うん。で、今でもその常識は変わってないんだけど、うん、分かるかどうか。そうそう、体感はやっぱり、体感はいろいろあるかもしれないけど、ね、はい、どこから切り替わりましたかテストをやると、はい、なんとね、90を超えると、うん、ほとんどの人がプラシボ効果で、ちょっと変えたからって、変えてないのに、はい、おい、よくなかった。いやいや、90のままだよ、みたいな。とか、90超えると、割とみんな、見極められなくて、やっぱ、時戸くんみたいな敏感な人は、ちょっと90超えても、120代でも分かるんだけど、でも、200とか言ってもね、分かんないんですよ、ね、意外と。いや、でもそれはあれですもんね、その格闘ゲームをやった上でっていう前提の上ですもんね。だから僕、あれは敏感なはずなんですけど、 それでもちょっとまあ分かんなかった、はい、あと大会で使われるのって大体240でやることってほとんど、はい、ないですね。ないでしょうね、うん、この前出てたあのカプコンカップのファイナルでも144でしたから、140で十分ですよ、うん、確かに144が一番上ってイメージあります、大会で使われてるのでは、うん、お上を行く性能ということですもんね。そうですね、まあ、一応その理論上としては、はい、リフレッシュレート高ければ高いほど描画は早いはず、うん、早いし多分逆に目にも優しいというか、あ、なんか多分感覚的には今の普通のリフレッシュレート60とかでちょっとやってる人とかは多分かなりよく見えると思う、はい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 、うん、結構あれですけどね、体感できるもので言うと、うん、その PC のマウスをこうグリグリやった時にそのやっぱシームレス高リフレッシュレートの動画、うん、はいはいはい、とかっていうのはよく言いますけどね、多分見てる人の多くの人はね、もうモニター5、6年変えてないみたいな人多いと思うんだよ。ああ、確かに。絶対そうでしょ。最近買いましたみたいな人はあんまりないと思うから。はいはい、まあ、いると思うけど、うん、俺絶対感動するで、買うと、はいはいはい。最近のは。5年前だったらそうでしょうね。5、6年前のとか、10年とか平気でいると思うんだね。絶対 60fps ですね、うん、そう、そしたら多分絶対に、ああ、本当だ、いいってなると思う。うん、やっぱりそもそもモニターなんで、どんだけ綺麗に映るのか最近のモニターはみたいなところにも原点ですよね、うんうん、着目してほしいですよね、うん、まあ、でも最近本当にモニターを買い替えたっていう人はその高リフレッシュレートに反応して買い替えた人が多いんじゃないですか。僕の周りはなんか僕の周りもそうです。そうです、まあ、ゲーマーはやっぱりそうですね、はい、僕自身がそうだ。どうなんやっぱその口コミで買うの、それともやっぱ口コミとか友達ので買うの、はいはいはい、それとも自分で検索して買うの、僕は正直言って、うん、もうほぼプロゲーマーみんな、鉄拳のプロゲーマーみんな高リフレッシュレートにしたなっていう感じで一緒に買えるって感じです。だからやっぱりその、僕もコアに鉄拳をやってるんで、コアな人たちは多分その基準じゃないですか。じゃあみんなの情報で、
買うって感じですね、はい、僕はそうです、ね、時々も僕検索して、検索して入ってくる情報で買うんで、うん、早いことが多いです、周りよりも。あ、なるほど、だから逆に言うと地雷踏む可能性も高い、地雷踏む可能性もさまあります。そうですね、今んとこ多分ね踏んでないとは思うんですけど、俺も地雷、地雷結構踏んでそう、地雷はかなり踏んでますね。そうですよね、別にモニターに限らず、ね、はい、原田さんの、うん、原田さんも多分そうやって検索していいもの買う、うん、買うイメージなんですけど、うん、結構最近のこのなんていうか今の時代になったら、そんな情報も間違ってないっていうか、うん、原田さんの場合すごい昔から多分そういう地雷原突っ走ってたと思うんで、いわゆる PC パーツに相性とか言われた時代から見事にはダメな相性を引きまくるとか、モニターとかを、うん、あのモニターも水冷にした方がいいんじゃないかみたいな。水冷出た、原田さんの水冷、もう完全にやられて、何かにやられてる人ですよ。なんかもう本当に開けて後ろにこうバックパネルにこうチップとかにつけて水路を通して、できっといいに違いないっつって、何も変わらないんだけど、でもこれの方が寿命が伸びるから、でも寿命伸びるからって言ってるけど、はいはい、20年使うんだったらそうだけど、どうせ俺 2,3 年で買い替えるんだよ。買い替えるけど、検索してるから水を通してさ、そうですね、ちょっと甘くて水が漏れ始めて、はいはいはい、それを掃除するのに半日使うみたいな、それ無駄なことばっかりやってますね。その水入れでなんか熱帯魚を飼ってるとかなんとかっていう、そうそう、話まで出てきますからね。まあなんかそういう昔と比べて自分でちゃんと検索すればちゃんといいものが見つかるっていうことでもありますもんね。いや、そうそう、多分そういうことだと思う。大外れとかあんまないんですよ、ちゃんと調べればね。まあそんなね、こんなこんなで語ってきました、そのリフレッシュレート周りのお話なんですけれども、はい、まあ、早速ね、現物があるので、はい、実際そのリフレッシュレートの違いがどのようになるのかっていうのを、スローで撮影した映像っていうのをご用意しました。お、そんなのあんの今日。はい、なので皆さんそちらの方で、それは知らんかった。ほう、あ、こういうふうに見れるんだ。ボタンを押してからキャラが動くまで、まあちょっと時間かかるんですよね、これ。超スーパースローだね。すごいスーパースロー。おお、そうそう、あ、もう違う、早っ。あ、これは違うね。そう、参ったね、これ。うわ、やっぱ60と144だと違いますね。わかる、これは分かる、これは144以上が欲しくなるね、うん、はい、明らかに違いますね、うん、これも企画でこれやればよかったですわ、60と144で。144以上だとこうなるってことね、うんうん、60と。脱線するんですけど、その聞こえてくる音声を早く聞こえるとかっていうのは今ないんですか。どうなんですかね。音あるとまたちょっと変わる可能性があるんですよね、今思いついたけど。音はね、音はむしろ遅延するって分かってる環境はあったりするんだけどね。ああ、そうなんですね、うん、まあでは家庭環境においてはそのもっと深掘りする余地はあるのかもしれないって感じですね、うん、あるかもね。特に格ゲーはそうでもないかもな。FPS とかの場合だと、あの足音重要なゲームとかだと割とそこ遅れられちゃ困るみたいなことはやっぱ出てくると思うので、結構鉄拳は格ゲーの中でも影響あるんじゃないですか。この技打つ時にだけこの声出すみたいなのって結構、うん、あのキャラによってはあるから、あ、声確認みたいな、そこを声確認とかあるんですか。そこを確認しなきゃいけないとかはキャラ体とかで出てくるかもね、うん、可能性ある、ね、それはあるけど、どうストリートファイターはでも大会とかだとね、もうそもそもうるさくて聞こえねえみたいな中でやんなきゃいけないとかも、そういう場合はまあありますけど、でもやっぱり最近のヘッドホンって性能いいんで、でも性能よく、そうだよね、ヘッドホンがあるから良くなったけど、うん、昔かも、いや昔もうね、何も聞こえんのよみたいな、モニターから出てくる音でやったもんね。ゲーセンなんか特にもともとそうじゃん、そうですね、相手の応援する人うるさいし、あと店員さんが音を上げてくれてないともうそもそも聞こえない、聞こえないとかありましたね。それでやってたから、各ゲーマーは割とタフな環境でやってたっていうのがあるよね。その辺はオンライン文化が強まったここ数年でより神経質になってきた感じがしますね。なっているところはあるかもしれないね。でもまあどうせ練習するんだったらこれぐらいのリフレッシュレートでやっぱやりたくなっちゃうな、これ見ちゃうと。うん、そうっすね。本当に遮音性すごい。あ、これね、そうなんですよ、聞こえなくなるでしょ。聞こえない、すごい集中できるよね。こうここがすごい開放感があって、そうなんですよね、うん、下の接地面がすごい少ないから、ね、多分ごちゃごちゃしないっていう、なんかね、普通もっとこのこれそれこそこういうテーブルみたいなこういう足をしてますもんね。そうね、今日はそうですね、はいはいはい、これがないのはいい、かっこいい。
はい、ではここまでお話を伺ってきましたけれども、まあ、モニターなんで、実際のとこをもう使ってるところをね見てもらうのが一番伝わるんじゃないかということで、うん、お二人後半はこちらインゾーン、M3 ですね、こちらを使ってお二人に鉄拳7、うん、ガチバトルをしていただきたいと思います。鉄拳なのね。鉄拳ストリートファイターじゃない鉄拳ストリートファイターではない。鉄拳の方が良くないですか原田さん。そうなの、ストリートファイターやったからね、これ。そうなんだ。僕のチャンネルでやっていただいて、はい、今回は鉄拳ということで。鉄拳7。ちなみに、その時の結果は、どうだったんですか、うん、まあ、対戦という。いや、あれはだってガチだ。一回ガチでやろうってやって、本当にガチでやるから、はいはい、もう何の面白みもなく負けたよ、俺が。なるほど。ということは、今回鉄拳7だと、その時よりも望みあるかもしれないですよ、原田さん。バーチャファイターとかの前バーチャやりませんでしたっけ、あの大木さんの時は一回バーチャやったんだな。バーチャもなかなかなかシビアあれ原田のバーチャ、あれなかなかシビアだと上でしたね。はい、はい、というわけでお二人に鉄拳7ガチバトル、今回のガチバトルは鉄拳7ということで、皆様も後半お楽しみにしていてください。いや、今動かしていいですか、うん、どうやって動かすの？この、あ、こうか。そう、その、この機構が割とおしゃれというか、はいはいはい、これいいんだよ、これ。なかなかあんまりないデザインで。ね、ないですね。これは、デザイン外は全然ありだなと思う、うん、正直言うと、うんうん。どうなんだろう。他の FPS とかでも普通になってます？そのティアリングをなくすっていう。あ、そう、やっぱりみんな G-SYNC入りの欲しがる。うん、普通に常識なんだな、もう。やっぱ FPS の人たちの方が進んでますよ。そっちから FPS の方が、あの、こう、描画の、こう、はいはいはい、カメラの移動とかすごいするわけじゃん。うんうん、そうですね。あれをやっぱ、こう、テアリングで、こう、画面ずれみたいな、うん、昔は普通にこう帯状に発生してたんで、まあ、それも込みで遊んでたんだけど、うん、最近やっぱそれが軽減できる技術がいろいろ入って、はいはい、まあ、自信がまさにそうなんだけど、うん、まあ、それが入ってないと、嫌だみたいなのは出てきてるね、うん、鉄拳で一番最初にそこに着手したのってアーケードだと思うんですけど、垂直動機っていうのは鉄拳ネットに出てきて、あの時すごい個人差ありましたね、そのティアリングに対して嫌悪感を感じる人と、うん、いや俺別に大丈夫だよ、そうそうそう、すごい個人差ありました。あれ個人差あるね、ああいうのは。